アミーチス作クオレよりナンパ戦。12月のある朝、イギリスのリバプールから一隻の大きな汽船が出版しました。それには船員を合わせて200人以上の人が乗っていました。汽船は丸太島行きでしたが、天気は荒れ模様でした。へさきの方に12歳になるイタリアの少年がいました。体は小さい方でしたが、いかにも頑丈でシチリア人らしい大胆な美しい顔をしていました。前マストの近くに一人、丸めた綱の山に腰をかけていました。じっと感慨深そうに辺りの乗客や船や駆け過ぎていく水夫たちや荒れている海を眺めていました。顔は子供らしくて、表情は大人のようでした。出版して間もなく、イタリア人の水夫が女の子の手を引きながらへさきに出てきました。そして少年の前に立って、そらマリオ、お前にいい道連れがあるよ。少女を置いて水夫は立ち去りました。少女は綱の山に少年と並んで腰を下ろしました。どこへ行くの？お父さんやお母さんに会いに行くの。私の名前はね、ジュリエッタっていうの。少年は何も答えませんでした。2、3分してから少年は皮袋からパンと果物を取り出し、二人は食べ始めました。少女はニコニコしていました。少年と同じくらいの年頃でしたが、背はずっと高くほっそりとして、いくらか病身らしくもありました。二人は食べながら互いの身の上を話し合いました。少年にはもう両親ともにありませんでした。父親は数日前、少年を一人残して死んだのでした。それでイタリア領事が少年を故郷のパレルモへ送り返してくれたのでした。少女の方は1年前、未亡人のおばの養子としてロンドンへ行ったのでした。ところがおばは2ヶ月前、乗り合い馬車に轢かれて死んでしまいました。そこで少女も領事の世話になってイタリアへ送り返されることになったのでした。お父さんやお母さんは私がお金持ちになって帰ると思っていたのに、貧乏で帰っていくの。でもやっぱり可愛がってくれるわ。弟たちだってそうだわ。4人いるの。私を見るときっと大喜びよ。それから少年に聞きました。あなたは親類の家にいるようになるの？置いてくれれば。その人たち、あなたを可愛がらないの？どうだか。それから二人は一日一緒にいて、海のことや二人の周りにいる人たちのことを話していました。夜になって海はますます荒れてきました。二人が別れて寝に行こうとしたとき、思いがけない波のしぶきに激しく打たれて、少年はばったりと前にのめりました。大変、血が出ている。少女は目を回した少年のそばに膝をついて、自分の髪から赤いネッカチーフを取って少年の頭に巻きつけて、その端を結ぶために少年の頭を自分の胸に押し付けました。と、一滴の血が少女の黄色い上着の上に滲んで残りました。少年は身を震わして立ち上がりました。いいの？もう何ともないよ。じゃあおやすみなさい。おやすみ。そして二人は小さな階段を下って、めいめいの寝室の方へ行きました。
二人がまだ眠りにつかないうちに恐ろしい嵐がやってきました。見るが日本のマストを追ってダビッドにかけてあった三艘のボートをさらってへさきにいた四頭の牛を木の葉のように吹き飛ばしました。船の中には混乱と恐怖とやかましい音と嵐のような叫び声、泣き声、祈りの声が一度に起こって身の毛もよだつばかりでした。山のような波は横から船を打ってあらゆるものを砕いて裂いて海の中へ放り込みました。水が恐ろしいうなりを立ててドーッと入ってきました。激しい潮の流れが至るところに押し寄せてきました。乗客たちはみんな生きた心地もなく慌てて大広間に逃げ込みました。船長がそこへ出てきました。船長、船長、どうなります？どうです今助かりますか？助けてください。船長はみんなが静かになるまで待って、そして冷静に言いました。どうぞ諦めてください。一人の女が叫び声を上げました。他には誰もポソリとも言いませんでした。恐ろしさがみんなを凍らせたのでした。こうして墓場のような静けさのうちに長い時が経ちました。船は窓まで水の中に沈み、甲板には恐ろしい光景が見えました。母親たちは絶望して我が子を胸に抱きしめました。友人たちは互いに抱き合って別れを告げました。海を見ないで死のうとして船室へ降りていったものもありました。一人の乗客はピストルで頭を撃って階段から真っ逆さまに落ちて死にました。すすり泣く声、子供の泣き叫ぶ声、変な突き刺すような声が一緒になって聞こえました。そこにもここにも人々が気を失って見えない目を大きく開けて石像のように動かずにいました。顔は死人か狂人のようでした。少女と少年はマストに取り付いてじっと目を海に向けていましたが、まるで無感覚のようでした。海がいくらか静かになりましたけれども、船は沈み続け、もう数分が残されているばかりでした。船長が叫びました。大ボートを下ろせ。残っていた最後のボートが投げられました。そして14人のスイフと3人の乗客とが飛び込みました。船長は船に残っていました。俺はここで死ぬんだ。スイフたちは乗客の方へ向きながら叫びました。もう一人乗れる女がいい。一人の女性が船長に助けられて前に進みましたが、ボートが遠いのを見ると飛び降りる勇気が出なくて甲板に倒れました。スイフたちが叫びました。じゃあ子供だ。この叫びを聞くと、その時まで化石のようになっていた少年と少女とが助かりたいという激しい本能に呼び覚まされました。二人は同時に船べりへ飛んでいって、僕を、私を、と一斉に叫びました。スイフが叫びました。小さい方だ。この言葉を聞くと、少女は電光にでも打たれたようにぐったりと腕を落としました。少年は少女の方を見ました。少女の上着についた血の跡を見ました。
そして思い出しました。水夫たちはたまりかねて一斉にせき立てました。行ってしまうぞ。すると少年は自分の声とは思われないような声で叫びました。この子の方が軽いよ。ジュリエッタ、あなたにはお父さんもお母さんもある。僕は一人ぼっちだ。あなたに譲ります。さあ行って。少年は少女の体を掴んで海へ投げ込みました。少女が一声叫び声を上げたと思うとパッと水が跳ねました。一人の水夫が少女の腕を掴んでボートの中へ引き入れました。ボートが動いたかと思う途端に船が沈んで渦巻きが起こってボートはやっとひっくり返されずに逃げることができました。少女はその時まで全くポカンとしていましたが、その時目を少年の方に上げて、うわーっと嵐のように泣き出しました。少女は泣き声の中から両手を少年の方へ伸ばして叫びました。さようならマリオ、さようなら。少年も手を高く上げながら答えました。不意に少年は膝をついて両手を合わせて目を天の方へ上げました。少女は顔を覆いました。少女が目を上げた時、船はもうそこにありませんでした。